ビットコインは現在1時間足にてこちらの上昇フラグを形成しており、そしてなんとこのブルーフラッグを成功的にブレイクし、そしてこちらのトレンドラインを現在サポートとして確認しており、反発している状態でございます。ビットコイン、3万6000ドルをブレイクし、さらに高いターゲット、私たちが年より注目している4万ドルを突破し、 5万ドル、6万ドルを到達するのか、本日こちらについて、バブルの可能性について説明していきたいと思います。ビットコインの利確ポイント、そしてまだ購入できていない方、ロング時買い時本日共有していきたいと思います。そして本日、イーサリアムも注目していかないといけません。ビットコインを乗り遅れてしまった方、イーサリアムはビットコインに対して深く下落しており、イーサリアムはまだ高値を調信していない状態でございます。ビットコインの次はイーサリアムです。こちら、イーサリアムの上昇率について、 話していきたいと思いますので本日の動画も必ず最後までご覧になってください。ということで早速入っていきたいと思います。ということでですね、ビットコインは現在こちら、1時間足にて上昇フラグを、ブルーフラッグを現在形成している状態でございます。はい、このようにねブルーフラッグは このように引くことができるのですけど、そしてこちらブルーフラッグ、ブレイクしました。ブレイクし、こちらのサポートを確認したのが、とても上目線的な、とても相場が強いといったことを、ね、証明しているパターンでございます。そしてこちら見ていただいて分かる通りはいブルーフラックこのようなパターンとなっております。そして過去のねチャートとか、さまざまチャートを見ていきたいんですけど、このようにブルーフラックをブレークした後は、その後、大きな上昇が継続していくことが分かると思います。 はい、このように上昇があって、その後大きな上昇がありましたという感じなんですけど、このブルーフラッグのターゲットをどのように測っていけばいいかのと言いますと、はい、このようにブレイクアウト地点ですね、大体その前の大きな上昇をこのように測っていきますと、ブレイクアウト地点にこうやって測っていきますと、ターゲットが、ね、こちら、3万8500ドルとなります。はい、ターゲットが約3万8500ドルのブルーフラッグを、ね、現在、ビットコインは、ね、形成しておりますが、 ビットコインがもし3万8000ドルを到達するのであれば、その後何が起きるのかといいますそうです。こちらの超重大レジスタンス、3万6000ドル台の週足レジスタンスをビットコインブレイクすることとなり、3万8000ドルを到達するのであれば、確かに、はい、レジスタンスは存在します。レジスタンスはこの辺りで存在しますが、ただ大きな重大レジスタンスではないということを、ね、忘れてはいきません。確かにここで一度、ね、拒否する、ね、材料、 初期するレジスタンスはありますが、その後ビットコインは大きく上昇する可能性がね高いといったね状態でございます。この三万0 0ドルというのはね、このように日足でもね見ていただいてわかる通りかなり重大なレジスタンスとなっておりますここ。はい。そして週足でもわかる通りビットコインがまあ一度は意識するであろうといったねレジスタンスとーですこちらは。 ので、ビットコインがね、こ3万6000ドルをブレックするのであれば次のね、私ね、私利確ゾーン、ターゲットとしては3万7780ドル。ここね、一度ね、ショートね、スキャルピングでね、入れたいと思います。3万7780ドルね、こショートに狙っていきたいです。そしてその次ね、こちらもレジスタンスあります。4万2600ドル。4万2600ドルのレジスタンスもこちらに注目していかないと、ね、いけない、ね、価格帯となっておりますので、4万2600ドル。こちらまで見てます。そして、はい。 このような分析が、ね、海外で、ね、飛び回っております。ビットコインを、ビットコインに対して、ね、かなりに下目線的な、ね、分析なんですけど、このようにビットコインが3万6000ドルが天井で、この後、ね、1万ドルまで下落していくだろうといったね、このような分析でございますが、こちらは、ね、私、ね、ナンセンスです、はい。こちらも完全に相場の心理を無視した分析となっていると思っているので、私、3万6000ドルに、ね、ここから、ね、ブレイクすると考えているんですけど、このように、 まだツイッターをね見ていく限りでも、海外でも特にそうなんですけど、まだ下目線の方がね多いんですよね。インフルエンサーまだ下目線。そして皆さんもね自分の心境に問い出させていただきたいんですけど、ビットコインね12分に購入できなかった方、はいビットコインさらに下落してほしいと思いませんかそして現在3万6000ドルのレジスタンスをぶつかっているからこそ拒否するのではないのかとそう思っていませんかそしてビットコインは現在、冷やしにて RSI、現在90にて推移しております。 かなり変わりすぎ領域です、はい。過去を見ても90付近に到達するのはめったにありません。前回のバブルでもこちら、こちらですね4万ドルを到達した際に RSI90 などを、ね、観測できたんで RSI の90を到達することは、ね、ビットコインめったにありません。90を到達した後にはその後、ね、必ず RSI を調整してきました。ですが RSI が90を到達したからといってこのように。 その後 r s i が下落したとしてもビットコインの上昇は、ね、このように継続していきましたですが r s i のここ、ね、大きな、ね、調整があったと思います40付近までなのでこのように r s i が90だからといって,ってビットコインが、ね、天井だという、ね、約束はありませんしそのままビットコインが上昇を継続していく、ね、可能性もありますですが変わりすぎたという事実は変わりません そして、週足にも見ていきたいんですけど、週足の RSI は現在70付近にて推移している状態でございます。ビットコインの RSI が70付近に到達することは滅多になく、現在71付近で推移しております。そして、70付近だからといって、その後 RSI が大きくね、週足 RSI が大きく上昇していく可能性もありますので、ただ、歴史的に見ていきますと、RSI の70、週足が70から80、特にこの80以上ですね、 80以上に到達する場合はビットコインが、ね、天井打ちをしている可能性が高い天井打ちが近づいているサインとなりますのでもし RSI、中足が80から90になるのであればそこは、ね、大きな利角度となりますので私は、ね、今からビットコイン何を期待しているのかそしてビットコインこのまま上昇が継続していくと考えているのかはい私はビットコインが、ね、このまま上昇していくと考えておりますそしてこちらね私たちがたどっている相場の真理のチャートでございます 私たちは現在、こちら、オプティ s ズムステージ。はい。Ally, This rally is real ということで、この上昇は本物だという、オプティ i ズム。このステージに入っております。今まで私はたちはこちらね、希望ステージにいました。はい。相場は人々の心理によって構築されます。そして、この底打ちの時の心理と、この各それぞれの、ね、ステージの段階なんですけど、それらのステージの段階の心理が本当に酷似してるんですよ、そのまま。ので私ね、こちらね、本日ね、 ツイッターの方でもね、こちらツイートしたんですけど、はい、こちら。バブルはすでに1万6000ドルをそこに打った瞬間からね、始まったと言えますと、当初私たち2月においてビットコインが3万2000ドルを突破し、4万ドルを到達する、ね、可能性を見込んでいました。で、こちら見ていきたいんですけど、はい。これが4万ドルに続くバブルだと気づいている人が少数派。バブルはすでに始まってます。大衆は3万2000円を超えた後は、乗ってけば押し目もほとんど作らないでしょうということで。 はい、こちら2月、ね、19日にツイートしたんですけどこの時から私たちはビットコインが3万2000ドルをブレイクするであろうとそう確信してたんですよ私たちは短期的にも分析しますし長期的なその大きなピクチャー大きなピクチャーを描画をもう見えてますのでなぜこういう質問が来るんですけどなぜ私たちはなぜミスター・検査このようにビットコインが3万2000ドルをブレイクするか4万ドルまでバブルが続いていたのかこの ななんならね私たち、この底打ちの瞬間から話してました。これが始まるということは。なぜそれを分か,分かるのかと、そういう質問があるんですけど、やはりね、相場には理論がねあります。そして私ね、この理論をね、確立した可能性がね、非常に高いと思ってます。で、3万2000ドル突破は、当時ほとんどの人が予想してなかった出来事です。誰もが想像してませんでした。私たちのみがこちら予想してました。私たちがその理論をね、可能性を確信してました。 そして、相場にはタクシカな理論が存在し、私はそれを見つけ出し、はい確信することができました。相場には真実があるのです。はい、まあ、これも見てわかる通りね、もうずっと私の動画を、ね、見ていただいている方、ビットコインが当初から、ね、即落ちして、まあ、かなり、ね、分析は、ね、的確だということが分、ね、かると思います。もちろん、ね、短期的な分析は、そこまで、ね、もう全ての動きを、ね、当てる、ね、トレーダー、ね、投資家は、ね、存在しないんですけど、その大まかな動きは、ね、とても細かい。 的確だということに、ね、皆さんね気づかれてると思うんですけど、やはりね相場には真実が、理論がね隠されているというか、あるんですよね。このチャート通りにね動いてると思ってます、私は。そして今現在ね、ねこちらねこの上昇は本物だっていうステージなんで3万2000ドルを今現在私、ブレークしました。そして見ててください、皆さん。今からビットコイン大きく上昇していきます。そして4万ドルもう軽々と突破します。はい、言いました。もうこれ突破します。もう確信に移りました、これ。 リオンは存在します、間違いなく。そして4万ドル付近まで上昇した際に、皆さんどう思いますか想像していただきたいんですけど、4万ドルまで到達したら、この上昇はもう、これバブル始まったんじゃねと皆さん思いませんか ?3 万8000まで到達しても、え、これまだまだ上がるぞ。4万ドルまで上がっていって、え、これもうバ、バブル、バブル、バブル、そういう気持ちになりませんか はい、まさにそういう気持ちになるんですけどその気持ちが思っているということはもう他の人全員がそのように思っているんで私たち人間は簡単な生き物です陽子を見たら興奮し陰性を見たら悲しみます恐怖に陥りますお金がまつわっているからお金がかかっているからですのでそう思うということは天井が近づいてくるということなんですそして今のところはまだこのように下目線の分析が飛び回っていることからビットコインの上昇はまだ始まったばかりだということを捉えられるんですよ ので私にこちら4万ね最低でも4万ドルってことをね今年の初めから話しましたで8月ぐらいだって話してたんですけど2ヶ月ぐらいずれてね10月ぐらいになるってことに話したと思いますそして現在10月ぐらいですはい4万ドルねこちらね近々ね到達すると思ってます4万2000そして4万5000が私がね最も注目しているビットコインのターゲットですここで私ねショートね大きく入れていきます4万5000ドル4万5000ドルでここね大きくショート入れていくんで YouTube でもそうですし LINE グループ、Discord グループでも全部ね、こちら発信していくんで、まだね、LINE グループ、Discord グループ入ってない方、本当にね、損してるんで、こちらで毎日ね、いろんな方がね、YouTube でね、YouTube じゃないですね、分析を共有したり、こうやってね、私がね、音声ね、はい、音声解説してます。まだ入ってない方ね、絶対に入っていくようにしていってください。はい。そして4万5000ドルまで到達し、さらにね、そのより上、到達する可能性があるかと言われますと、もちろんあります。そして私ね、 6万ドルまで到達する可能性あると思ってますけど、ただ、市場最多金は私、今回、更新しないと考えています。そして、なぜかと言いますと、私、この後、リセッションがね訪れると思うんですよね。リセッションが訪れると思ってまして、こちらもねまたね別の動画で詳しく話していきたいんですけど、このねホームにある画像、こちらの動画でリセッションがねなぜ訪れるのか、こちら、詳細に解説します。ビットコインが即落ちて、その後、天井を到達し、その後、なぜ 調整していくのか、こちらすべて詳細に話しておりますので、はい。おそらくね、どのようなチャートになってくるのかとい思いますと、4万5000ドル付近、5万ドル付近まで、6万ドル付近まで上昇するかもしれないんですけど、ラッキーだったら、まあ、その時、その時によってね、相場の心境が変わってくるんで、その時を見ないとね、一概には何とも見えません。ただ、このようにね、1万8000ドル付近までね、下落していく可能性は私あると思ってるんですよね。で、3万2000ドルもブレーキチャうのに、こんなのありえないと、皆さん思われるかもしれません。 3万2000ドルブレイクして、こんなにも下落すること、1万8000まで下落することないだろうと皆さん思うじゃないですか。はい。その時と同じですよ。ここもそうですよ。3万2000ドル今からブレイクするであろうと、誰もが想像していませんでした。でもブレイクしました。3万2000ドル一度ね、割ること、もう一度割ることあり得るのかそう思うのが普通なんですよね。だからこそあり得るんですよ。ので、まあ、こちらね、まだね、先の話なんですけど、とりあえずね、理学ポイントね、こちら共有できたと思います。 はい、そしてビットコインのね、まあ、購入していきたいレベルとしてはですよもちろん3万2000ドル、3万1800ドルとかですけど、まあ、ここまで、ね、調整が、ね、訪れないね恐れがありますので、もう今からもう購入して、もうこのままズルズル上がっていくのが、ね、バブルなんで、購入して、もう分散して購入していくしかないかなと思います。もしビットコイン乗り遅れている方は、まあ、市場最大か、ね、10万ドルとか6万ドルとか、ね、考えていきますと、まだ、ね、手遅れではないということが、ね、分かると思うので、まあ、そのように割り切って、ね、今までチャンスはあったけど、 購入できなかったのは、ね、自分の責任なんで、それは、ね、もう割り切って購入していくしかないかなと思います。そしてイーサリアムイーサリアムについて話していきたいんですけど、イーサリアムがビットコインを乗り遅れた方はイーサリアムを購入すべきだということを、ね、前回の動画で、ね、お話ししたと思うんですけど、まだ見,て見られていない方は、ね、説明欄に、ね、説明欄じゃないですね。ホーム画像にこちらあるんで、前回の動画は重要なことを話してます。イーサリアムに資金が今度は流れてくる、ね、可能性が、ね、非常に高いそしてイーサリアムは現在、ね、こちら。 かなり重要なね、1824ドルのレジスタンスね、こちら、挑戦している状態でございます。このようにね、大きなレジスタンスが存在しているね、レジスタンスゾーンでございます。このレジスタンスゾーンをイーサリアムでブレイクすることができるのであれば、一気に、ね、上昇がね、継続していくと思います。そしてイーサリアムね、で私ね、こちら、この上昇フラグですよ。冷やしにわたる大きな上昇フラグをイーサリアムはブレイクすることに成功しました。このままイーサリアムが上昇を継続するのをね、私、時間の問題だと考えています。 ビットコインが現在ね力強くね推移しており、ビットコインがこのまま私上昇すると思っています。そして、ビットコインが上昇すれば、イーサリアムも他のアルトコインもついてきますが、ただ、イーサリアムがこの方に一番大きく上昇すると私は考えています。ビットコインから自家総額の大きいアルトコインね、仮想通貨に資金が流れるね傾向があります。ビットコインの次は、毎度毎度イーサリアムに資金が流れます。ビットコインの次は、イーサリアムに資金が流れます。それがね資金循環。このように資金循環が起こります。ビットコインの次はイーサリアムです。 のでビットコインに乗り遅れてる方、今誰もがまだイーサリアム注目しておりません。私たちのみがこちらイーサリアム注目しております。私だったらイーサリアムの現物を、ね、深く買っていき、ビットコインは現在3万6000ドルとかじゃないですか。高値も超えてます。イーサリアムは1810ドル。ここから16%で最高の高値ですよ。2500ドルまでに、ね、到達すると考えたら36%ほどの上昇となります。イーサリアムは現在、ね、ビットコインに対して、ね、深く 下落している状態です。イーサリアム b t c もね、こんなにも調整してますので、まあ、こ,の後この辺りに、ね、スコーチしてくる、ね、形に作ってくると思います、私。もちろんイーサリアム b t c ね、もう少し下落する可能性ありますが、まあ、いずれにせよ、揺られすぎそうなんで、そろそろね、イーサリアムに、ね、資金が、ね、流れてくる、ね、バンが、ね、訪れるかないと思ってます。もしビットコインが、ね、このまま、ね、調整するのであれば、調整した後にアルトコインとか e s a r i a が資金が、ね、流れてくる、ね、傾向があるね。例えばこことかそうなんですけど、ビットコインが大きく上昇し、 これね、調整したとか1月なんですけど、この1月にどう起こったかと言いますと、1月にビットコインを調整した後に、このようにイーサリアムが大きくね、上昇していきました、この後。調整した後、その調整したってことは誰かが利確してるんですよ。その利確した資金をイーサリアムに回してるっていったね、証拠なんで、まあ、イーサリアムね、こちらね、間違いなくね、注目していきたいね、銘柄となってくるんで、イーサリアムです。はい。という感じでね、本日、動画ね、そろそろね、締めていきたいと思います。皆さんね、ぜひね、 こちら、Twitter ね、フォローしてない方、は最新の分析ね、ゲットしてください。Instagram、私のね、ポジションね、プライベート投稿しております。そして、もし、イーサリアムビットコインね、購入したい方は、トレード、私みたいにしたい方は、ビットゲット、こちらに、ね、一番おすすめの取り組みとなってます。こちらから、登録者の方のみ、手数料、業界最安の30%オフ、さらに30%オフ。そしてね、現在、ハロウィンイベントやっておりまして、1から10ドル相当のね、BGB、5から15ドルの相当 BGB、登録プラス新規、新規、KYC 完了で1から10ドル。 入金完了で5から15最初の取引完了で8から25ドルもらえるんで登録するだけで数千円もらえて、ね、それでビットコインとかイーサリアも買ったりいいと思うんで今すぐにねそれね購入していくようにしてくださいそしてこちらもちょっと見ていきたいんですけどドル円ねドル円が高値を更新してますこれもうとんでもないですよ ビットコインはドル建てで上昇しており、私たちはね、ビットコインが上昇することをね、望んでいるわけですよ。ビットコインが上昇すれば、まあ、ドルで上昇することなんで、まあ、私たちドルで見てるじゃないですか。ので、まあ、円安になるほど私たち嬉しいんですけど、ここにドル円がね、すさまじく上昇しており、まあ、これショート狙っていきたいゾーンは、このちょっとね、上の高値ね、ね、151.189を割った瞬間に、 ブレーキした瞬間にショート入れていきたいんですけどこ,れこのまま上昇していきますねこれ多分159円164円見ないといけないですよドル円もバブルが始まってますねこちらもねクリプトが動いてない時とかね必ずね私ねポジション入れていくようにしてます FXGT だったら USDT ビットコインの担保に初回登録プラス本人確認で2万円今すぐもらえるんでこれでねドル円とかねトレードしていくようにしていってくださいそして最後に、ね、ニュースの方入っていきたいと思います ポリゴン C 通貨 p o l イーストリアムのメインネットに展開ということでこちらメインネットのデプロイマイニ数ヶ月にわたる開発コミュニティとの対話テストを行ったと説明と現在ね新たな開発計画ポリゴン2.0を進めているポリゴンのプロジェクトは仮想通貨 Matic を POL に置き換える準備を行っているという感じでございますはいということで現地では Matic ね所有者 ポリゴン POS とポリゴン ZKEBM のネットワークユーザーは、ステーからーーは何もする必要性がないっていう感じで、勝手にエアドローされるんですかねって感じで、これ楽しみですね、ねポリゴン2.0。注目してきたんですね、ねこちら。で、ビットコイン現物 ETF は審査中ということで、まあ、審査状況を事前に判断することはないとね、ゲンスラーはね、語ったということで、まあ、こちらは別に、まあ、大したニュースじゃないんですけど、まあ、はい。まあ、そんな感じでございます。で、そしてドル円ね、 年初来の高値更新ということでさっきもチャート見せましたがクレイジークレイジークレイジールれにやばいっすねっていう感じでございます本日のビットコインの最新のね分析にお届けいたしましたこういう動画ね毎日見たいという方はね皆さんぜひコメント欄そして高評価教えてくださいやる気ってますこれねやる気いってます皆さんの応援のおかげでねこちらね私続けることができてるんで皆さん本当にねいつもご応援ありがとうございますな感じで皆さん最後までご視聴ありがとうございました私のねこれからね戦略も共有していきたいと思いますので皆さんねぜひ 毎回見ていただけたら嬉しい限りです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いいよい一日お。